桜色プロジェクト所属元銀行員 VTuber の桐崎つくもです。こんにちは。なんと信長夏祭りやっております。すごい綺麗、花火がこれね、みんながねこうやって打ち上げているんですが、いいですね、夏ですね。なんか考えてみれば、その夏祭りというか信長のイベントって僕初めてかもしれない。こういうなんかちゃんとしたっていうか、うん、参加できるイベントとしては初めて参加してる気がします。うわ綺麗。いやお盆ですね。うん、もうお祭りもねしばらく行ってないですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。というわけでね、今日は、まあ、夏祭りもそうなんですけど、この後お送りするのが、なんと熊本城っていうねダンジョンに行けることが分かったので、そちらを進めてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。さあ行くぞ。浴衣がねもらえたんで、浴衣を着て、結構出店を片っ端から話しかけてみたんですけど、特に出店で買える感じではなかったんですけど、ここのね、なんか、この、エゾーシア夢、話しかけたらなんと、熊本城に行けるみたいなことを書いてあるんですよ。で、僕は熊本城行ったことがないので、今回ちょっと、初めて攻略したいと思います。それでは、行ってみます。加藤清正を倒す。というのが、まあ、大筋のクエスト。もう目の前にいますね。何やつじゃ。忍びの者か。敵であらば、我が槍で貫くのみと。この城の力を試してみたいということで。城内に進んで、天守にいる、加藤清正に話しかける。わかりました。返しましょう。これはあれだね。なんか浴衣とか着てる場合ではなさそうですね。時間がね、表示されてる44分。45分ぐらいでクリアしないといけないっていう感じでしょうか。ああ、敵がもう。おお、痛い痛い痛い。なんか矢で撃たれてる。痛い痛い痛い。音楽もちょっと違うかもしんない。いつもと。今回も影明さんが活躍。お、清正変身薬をゲットしましたね。早速使ってみましょうか。あったあった。変身しました。これで襲われなくなるってことらしいです。確かに襲われないらしい。いかついな、清正。あの馬に乗ってるやつが、要は鬼みたいな感じなのかな。あれに捕まるとスタート地点に飛ばされるみたい。お、もんだ。守備隊を倒す。守備隊は？あ、これか。どんくらい倒せばいいんだ。よし、かかってこい。何体か倒さないといけないのかな。あ、でも鍵をゲットしたな。扉を調べる。あ、いたいた。なるほど。こうやって進めていくわけですね。面白いな。こういうなんか、新しいフィールドというかダンジョンに来ると面白い。あの門はなんだ？あの門、要は門突破すればいいんだよね、多分ね。達成条件見ると。そういうことだね。扉を調べていく。え？飯田直影っていう人がいるらしい。怖い。これさ、壁沿いに歩いてたら矢撃たれないとかあんのかな？ん？あ、いた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 。飯田さんだ。行ってみましょう。
飯田直影かな。侍5人か。よし、飯田さんを倒したのでなんか出るのかな。あ、大丈夫っぽい。壁沿いは基本っぽいな、なんか。で、ここの扉が開くんだね、さっきの鍵で。ほら、あのパチンコの話で大変恐縮なんですけど、パチンコのね、花のケージもこういう扉をね、突破する演出とかね、あります。あ、扉がある。あの扉でいいのかな。痛い、ほんと。あー、なんか矢を受けまくって最大生命がマジでガツリ減っていく。ここは開かないんだ。この扉は開かない。開くやつと開かないやつがあるんですね。ここは、お、なんかを倒せ。あ、いたいたいた、もう目の前だ。森本義太夫、早い。思い知ったか。徒党の獲得品として熊本城の鍵をゲット。これで開くね。なるほど。次はあんな役。あ、清正に話しかけるだ。よくぞここまでたどり着いた。勝利。称号庇護の猫。地図のかけら15個。ほうほう。あ、こういうふうに成績が出るんですね。U。あ、矢の被弾数、回数とか。うんうん。そういうのがあると。はい。これでクリアかな。いや、旗があるな。ここまで来るとはやるではないか。だが、城攻めとは、城主を落としてこそのもの。お主の力試してやろう。お、やる気ですね。さすがに清正は強いのかな。4人。ナイス。邪魔者を切る。熊本城の図面1個、攻略1を達成かな。あと清正の宝箱が出ました。おっと、手を抜きすぎたか。今回は見逃してやろう。だが次会う時はこうはいかんぞ。なるほど、これで一応熊本城の一連の流れは終わりってことですかね。はい、というわけで今回は熊本城に初めて挑んでみました。弓矢が飛んできたり、なかなか難しいダンジョンでしたね。いつかまた難易度上げて挑戦してみたいと思います。それでは今回短いですが、ここら辺にしようと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。切り裂きつくもでした。じゃあね。